今日のメインレースは単行日日新聞杯重賞第40回関勝杯です先行争いですがさあ外からモーズが内に入ってモーズが先手を取りますダブルスパーク、名村タイタンその後ろに3番ライズラインにつけましたホームストレッチに入っておりますが前は固まっています オレンジの帽子モーズが先頭に立ちます2番手には外、名村タイタンです内に3番ライズライン外にダブルスパークでゴールバンを通過中段位置6番のボスソン・リョーマつけています4番ブラゾー・ハリー2番のランド王子・オージ1コーナー入ります1番コミュニティ後ろからそして5番のコスモ・フィナンシェシンガリからはスーブルソーです ゴールまで 1000m 通過7馬身から8馬身の圏内10頭固まって2コーナー手前先頭は8番のモズリード2馬身です2番手29番の名村タイタンで2コーナーから向こう上面へ3番ライズラインが3番手外並んで6番のボストン・リョーマ800を通過間10番ダブルスパークですあとは2馬身差2番のランド王子外に4番のブラゾー・ハリー1番のコミュニティですさらには5番のココツモ・フィランシェシンガリからはスーブルソー変わりません600を通過第3コーナーカーブ手前モズ先頭首ぐらいのリードナムラタイタン 2番手ライズライン、外並んで6番のボストン・龍馬第3コーナー入ります、2場審査2番のランド王子、さらに1番のコミュニティで3、4コーナー400を切りました、モズ、モズ先頭ですが、並んでくるナムラタイタン、3番手には3番ライズラインで4コーナー入ります、2場審査6番、ボストン・龍馬1番のコミュニティで4コーナーから直線構成、ナムラタイタン先頭に変わった200オーツが、ナムラタイタン先頭、モズ2番手、外からライズライン、外からライズライン、コミュニティやってくる、先頭はナムラタイタン、ナムラタイタン先頭、2番手ですが、 外からライズライン先頭は名村タイタンゴール2番手8番のモズ3番手に3番ライズラインでしたそのあと1番コミュニティ2番ランド王子10レース単行日日新聞杯重賞第40回関勝杯ダート 1600m10 頭9番の名村タイタン人気に応えました